NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」第31回「諦めの悪い男」面白かったですねそれではいつものように吾妻鏡ベースで見ていきます「県人3年7月20日晴れ犬の国午後8時ごろ将軍頼家様が急病ですかなり苦しそうですただ事とではありません 兼任三年七月二十五日、相模権神、源永明の使者が京都から到着して申し上げました。三ヶる七月十六日に在京御家人を派遣して東山延年寺で、あの北京禅城の息子、張間の君雷禅を探し出し、中殺しました。とのことです。 兼任3年8月27日、将軍頼り家様が病気で命が危なくなってきたので、譲歩の沙汰がありました。関西38カ国の児頭職を将軍頼り家様の弟千万気味、10歳に譲り、関東28カ国の児頭職と総主護職を将軍頼り家様の長男一万気味、6歳に割り当てました。外祖一万気の母の父、比企の方眼義和は、 将軍頼家様の弟千万君に譲歩される分に憤慨しました比企の方眼義和は将軍の舅として権力があるので独立心を持ち反逆し将軍頼家様の弟千万君と外祖の北条氏を滅ぼそうと企てました兼任3年9月2日今朝帝位義和は 将軍頼家様の目掛けで一万気味の母で以前は若さ狭局という女房だった娘を通じて将軍頼家様に訴えてきました北条時政殿を追悼すべきです家督のほか自統職を分けることは二つの権威が並び立ち覇権争いとなることは疑う余地がありません一万気味と千万気味に気遣って天下正室に収めたかに見えますが 帰って国のの乱れの元となるでしょう北条時政殿の一族が存在すれば後になって家督を奪われることになるのは意義がないことでしょう」と将軍頼家様は驚いてすぐに帝位義和を病の枕元に呼びつけて話し合い北条時政殿の追悼を許可しましたしかし天見台所政子様が障子の陰ですっかりその秘密を聞いてしまい それを伝えるために女房に命じて遠州北条時政殿を探させました自宅で病気併祐の仏事をするためにすでに名古屋へ帰られましたと言われたので細かいことまで全てというわけにはいかないが御所に記載して美女に持たせましたその美女は道を走って追いつき御所を差し出しましたとうとう身の上北条時政殿は馬から降りて御所を読み 涙を流されましたそして馬に乗りましたがしばらく馬を止めて考えておられましたがついに馬を方向転換させて大前大夫広元の阿損邸に渡御し合いました遠州時政は向かい合って言いました最近比しかずは将軍の舅都の権威を傘に来て他の御家人を下に見ていることは世間に知られている通りですましてや将軍が病気になっている今 区別がつかないのを良いことに何でも将軍の命令だと言って我々を弾圧しようとしているとはっきりしたところから聞いていますこのままでは危険なので先手を打って制伐すべきだと思いますがいかがでしょうと大官礼広元が答えるには幕下将軍頼朝様の時以来制度を助けてきたと言われてはいますしかし兵法については口出しをしません 中殺するかどうかはよろしく権利あるべし」とのことでした遠州時政はこの言葉を聞いてすぐに席を立ちました天野民部入道蓮行こと天野遠影と新田四郎忠恒がお供していました絵柄天神社の前まで来てまた馬を止めてその二人に言って聞かせました比企能員が謀反を起こそうとしている今日追悼するそれぞれ売ってたるべし と「連行こと天野遠影が『軍票を出すことはありません午前に呼び寄せ中殺しましょう』『あんな老人一人どうということはないです』と言いました自分の屋敷へ帰られてからこのことをなお検討してもう一度話したいと大官邸広元の阿尊をお呼びになりました大官邸広元の阿尊は思うところがありましたが無理して行くことにしました。 ケニンらの多くが心配してついて行こうとしましたが、考えていることがあるとすべて止めました。ただ大官吏広本は一人オブゲンタムネナガだけを連れて行く途中内緒で話しました。現時点世間の様子では一番危険な時だ。重大な件については今朝こまごまと話し合った。それなのにまた呼び出されたのは理解できない。 もし思わぬ出来事が起きた時はともかくお前は私を殺しなさいと名古屋の屋敷に着きました遠州時政との会談は時間がかかりましたその間尾部宗永は大官霊広元の後ろに控え座を立ちませんでした馬の刻、昼頃大官霊広元は去っていきました遠州時政は自分の屋敷で 将軍の病気が治るように最近作らせていた薬師如来像の戒厳供養の式典をします。養生坊、立志栄祭が同志です。天見台所雅子様も血縁を結ぶためいらっしゃるとのことです。演習時政は工藤五郎に使いをさせて、引きを敷かずに伝言させました。祝願によって仏像の戒厳供養をします。お越しになられ一緒にお経を聞きましょう。 「またそのついでに雑談しましょう」と言ったところ「早速出かけましょう」と返事がありました「使いが帰った後義和に子息親類等が還元しました日頃から怪しい計画を持っていないとは言えませんもしかして噂の通り策略があるのでわざわざ使いをよこしたのでしょう安易に行くべきではありませんあえて行かれるのなら家の子老中らに「 鎧兜をつけさせ弓矢を持たせてお供させるべきでしょう」と引きをしかずは言いました「武装していくことはかえって警護の備えにはならないかえって疑いを起こすもとになる今私が甲冑に身を固めた兵士を連れて行けば鎌倉中の人々が大騒ぎすることになるのでそうすべきではない一つは仏寺に参加し血縁を結ぶことであり 一つは情報について話し合うことがあるのだろう急いで行こうと一方遠州時政は甲冑に身を固め中野四郎と市川別荘五郎を呼んで弓矢を用意して両方の古文に構えているように指示しましたそれは一腰24本を2つに分けてそれぞれ手に挟んだまま両門に立ちました彼らは弓の名人なので指示に従いました 天野民部入道蓮行こと天野東影と日田城忠恒は腹巻を着用し西南の脇戸の内側に構えていましたしばらくして定位義和がやってまいりました比例干しに白い水管クズ袴を着て黒馬に乗り老中二人増式五人がお供しました宗門を入り廊下の靴脱ぎに上がり妻戸を通って北側へ行こうとしました その時天野蓮行こと天野十影と新田忠恒が門の脇から出てきて帝位義和の左右の手をそれぞれ掴んで山裾の竹藪へ引きずり込んで伏せをさえ躊躇なく中殺してしまいました遠州時政は離れへ出てこれを見ておりました帝位義和の動木は宿舎へ走って帰ってこの様子を報告しました。 それを聞いた一族や老中は嫡男一万弓の小御所という館に入って防戦の体制を整えました羊の三国、午後2時半ごろ奄美台所雅子様の命令でその連中の追悼に軍票を派遣しました江間四郎義時道太郎康時平賀武蔵神朝政、小山左衛門の城朝政、長沼五郎宗政、 有希七郎ともみつ、畠山次郎重田だ、半屋七郎重とも、三浦平六兵衛の城吉村、和田左衛門の城吉森、和田兵衛の城常森、和田小城影長、土井千次郎これみつ、後藤左衛門の城信康、ところ六郎左衛門の城ともみつ、尾藤寺とも影、工藤小次郎雪みつ、金久保兵衛の城雪地か。 加藤景門道太郎景とも新田四郎忠常をはじめとする軍勢が運家のごとく大勢でそれぞれ攻めかかっていきました比企三郎比企四郎比企五郎比企義一の勇士河原田二郎笠原十郎左衛門の城近影、中山五郎試重春谷東太兵衛の城有末以上三人は比企義一の娘婿等が 防ぎ戦いました命がけで戦ったので猿の刻午後4時頃までかかり加藤景友、加藤景門加藤友影加藤景長の加藤一族と並びに老中数人はけがをして交代しました畠山重忠は力の残っている老中に入れ替えて攻め込みました笠原近影等はその威力に対抗できず 屋敷に火をつけ、それぞれ若気味一万気味の御前で自殺しました。若気味一万気味も、この災難を逃れることはできませんでした。定位義和の着難、与一兵衛の城は、女人の着物を借りて戦場を逃げ出そうとしましたが、道中で加藤影門に供収されました。その後、遠州時政は大岡邦岸時地を派遣して、 市街等を実験させました。夜になって渋川行部の城金忠が中殺されました。比企吉和の舅だからです。建任3年9月5日、将軍頼家様の病気は回復し、今頃になって元気になってしまいました。今日はこの辺りで失礼いたします。